カズサ DNA 研究所というところから来ました桜井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、私の本日のお話はメタボローム解析の紹介ということでお話しさせていただきます。で、私たちのカズサ DNA 研究所というところはですね、千葉県の、木更津市というところにありまして、で、これまでいろいろな植物ですとか、そういうゲノム解読、そういった DNA に関係する研究というのを主に行ってきたんですけれども、約10年ほど前ぐらいからですね、やっぱり生命の設計図の DNA を研究するというだけでなく、やっぱりその設計図をもとに作られた産物であるメタボライト、代謝産物なども研究していく必要があるのではないかということで、研究を始めてまいりました。で、その中で私は装置から出てくるデータをうまく解析するという、そういった情報処理のところで、携わってきております。このマイク大丈夫ですか？なんか割れてないですか？はい。で、それでメタボロミクスですけれども、代謝産物を網羅的に検出する技術ということになります。で、これを全体像を捉えるオーム科学の中で見てみますと、ゲノム、トランスクリプトム、プロテオームの次に、位置する、オーム科学であると言えると思います。で、それぞれのオーム科学において、その、計測するものはそれぞれ、メッセンジャーの転写量だったりとか、タンパク質の蓄積量、化合物の、蓄積量だったりするんですけれども、結局定量してしたデータを扱うという意味では、どのオミックスも、同じような扱いが、されるということで、そんなに、基本的に難しいことはありません。ということで、これが簡単なメタボローム解析の流れですけれども、サンプルを、機器分析をしまして、で、データ解析をするとこのような、メタボロームデータ、成分表ですね、そういった定量データが出てきます。で、そうするとこの表が得られさえすれば、あとは遺伝子発現などと同じように、こういったいろいろな解析をすることができるということになります。で、本日皆様アンケートを書いていただいたご要望ですけれども、それをこちらに書いてみました。で、非常に多岐にわたるものがありまして、で、基礎的なところでいくと、初心者向けの解説ですとか、サンプル調整や分析、データの見方、解析手法、こういったものを具体的に教えてほしいということですとか、あと目的による使い分け、ワークフローなども知りたいと。で、それから応用に関しては非常に高度なことを考えられている先生もいらっしゃいまして、で、例えば NGS 等とのトランスオミックス解析ですとか、表現系との相関などどうやって解析したらいいか、あとはネットワーク解析ですとか、臨床メタボロミクスなどをどうするか、で、それから、あとは個別のデータのまとめ方をどうしたらいいのか、こういったお話もありました。ということで、非常にこう多岐にわたるご要望でしたので、非常に悩んだんですけれども、結局応用的なことを考える上でも、やはり基礎というのは非常に大事だと思いますので、本日はやはりメタボロームの基礎知識というところからお話をさせていただきたいと思います。で、それでその中でですね、ちょっと、トピック的に、最新のマスの解析例をお示ししたりですとか、ネットワーク解析について少し触れたりなどを、していきたいかなというふうに思っています。で、それで、個別のデータのまとめ方などについては、後ほどお時間がありましたら個別にご相談いただければと思っています。で、このような基礎知識についてお話をしまして、で、それでその後に具体的に、手作業でできる解析というのもあるので、それをどこまでどんなことができるのかというのを、ちょっと脳のデータというのを使ってお示ししたいかなと思います。で、それで最後にですね、こういったことで今回は座学がちょっと申し訳ないんですけど中止になってしまいまして、で、おそらく1時間ぐらいはもうちょっとかかるかもしれませんが、ちょっと座学にお付き合いいただきたいと思います。で、その後ですね、残った時間でちょっと実習ということで手を動かしてデータベースを触ってみたりなどをしたいかなと思います。で、配布資料の一番後ろにですね、付録の資料として、データベースですとかツールなどをまとめたものもありますので、よろしかったら今後のご参考にしていただければと思います。
で、まあ、メタボロームデータっていうのはオミックスの流れで基本的にあのトランスクリプトームだと同じだよっていう話を、まあ、私したんですけれども、あのちょっとまあ感覚的に私の捉えているあのメタボロームっていうのをここで示したのがこの図になります。でトランスクリプトームっていうのはあの、まあ、こういった定量の行列データですね、これを得るには、まあ、今やこうやってサメを取るみたいな感じで結構気軽にパシッとしっかりしたものが取れるというふうに思っています。でところがメタボロームっていうのはあのこれと比較しますと、この一眼レフで写真を撮るみたいにですね、ちょっとマニアックな知識がある、いろいろ必要だなというふうに思っています。例えばこの一眼レフだったらレンズをどう選ばなきゃいけないとか、シャッタースピードとか露出がどうとか、そういうことを考えなきゃいけないんですね。それと同じようなちょっとしたコツっていうのがありますの で今回の基礎編ではあのそういったところを少しあの汲み取っていただければなというふうに思っています。ということで早速あの、まあ、基礎ということで、初めに分析装置の種類と特性についてお話ししていきたいと思います。さまざまな分析装置がメタボロミクスでは使われるんですが、それがなぜかというと、ひとえにあの化合物の多様性が広いからということになります。では化合物の数はどのくらいあるのかということであの見てみますと、あのケグですとかナップザック、こういうあのまあ、天然物のデータベースに関して言うと、まあ、数万で、それからもうちょっとマニアックな天然物データベース、ディクショナリー・オブ・ナチュラル・プロダクトっていうのがあるんですが、こういうのだと、まあ、30万近くエントリーがあります。で、植物界全体ではということで、まあ、植物は本当にいろんなたくさんの化合物を作るんですけれども、20万とか100万とも言われておりまして、かなり膨大な数が見積もられています。でそれに加えて人工物などもう加えますと、パブケムですとかキャスにはもう数千、1億を超えるエントリーがありまして、非常にまあ膨大だということになります。でこういったものを相手にしていかなければいけない。で一方であの人の代謝物のデータベース、これはカナダのアルバータ大が作っている HMDB というのがあるんですけれども、まあ、こういったあのデータベースにどのくらい入っているか見てみますと、あのまあ全体で4万ぐらいで、血液や尿でも4000ぐらいある、結構たくさんのものがあるんですね。でところがあのよくよく見てみますと、この中でディテクテッドで、これはあの、まあ、計測された実績がありますよというものなんですけれども、これはまあ大体10分の1ぐらいしかないんですね。でその他のものは何かというとエクスペクテッドとなってまして、でこれはあの、まあ、言ってしまえばあのきっと体の中で検出されるはずだろうというのをあの考えてこう載せているんですけれども、まあ、こういったものがデータベースに載るようになってきたです、最近。でこれはどういうことを意味しているかというとですね、あの今やその例えば人のメタボローム健康とかを考えたりするときに、その遺伝子型ゲノムだけを見ていても、まあ、仕方がなくって、でそれ以外にもやっぱり環境、まあ、ほとんどが食べたものですね、それとか腸内細菌で変換されたもの、こういったものを加味しないと、まあ、表現系は考えられないということで、やっぱりますますメタボロームというのは注目されるものなのかなというふうに感じております。でそれではその化合物をどのように検出するかということです。で主に使われる装置というのは質量分析系と、核磁気共鳴 NMR が使われます。で質量分析系はあの感度が非常に高いということと、あの検出するスピードが速いということで、あのハイスループットの解析に向いています。で一方あの測定できるのが質量だけなので、あの立体構造とかがなかなか決定することはできません。で一方で NMR の方は、まあ、マスと比較すると感度は決して高くないんですけれども、あの化合物の立体構造を知ることができるということで、この2つの装置は、まあ、双方的に使われているという形になっています。で大体あの国際学会の発表とか見ても64とか73ぐらいで、まあ、あの使われていると、そういったあの装置になります。で本日のお話は主にこの質量分析系ハイスループットに向いている方のお話をしていきたいと思います。で化合物あの非常に数が多いだけでなくって、あの化学的な特性が非常に多様です。で例えばすごく水に溶けやすいものから溶けにくいもの、揮発するものからしないもの、そういったものがすごく幅が広いです。またあの体内に存在する量というのも非常にあの幅広いです。例えばホルモンみたいにほんの微量で効いてくるものから、あのじゃがいものでんぷんみたいにすごくたまるものとかいうものもあります。ということであのメタボロミクスでは
その1回の分析で全部の化合物を全部計測するというのは、まあ、無理だということになってきます。これはどうしても今後も解決されない課題だろうと思っています。でということで計測するには適切な抽出や場合によっては濃縮なども必要だよということになります。ということで、じゃあ1回の分析で測定できない、それをまあどういうふうにするかということなんですけれども、克服するかということなんですけれども、まあ、答えとしては分析装置などを組み合わせるということになります。で、メタボロミクスではその質量分析系をクロマトグラフィーを前段階に使って、でここで化合物をある程度分けてから分析するということをするんですが、そのクロマトグラフィーがいろいろな種類が使われます。でガスクロマトグラフィーですとか、こちらはキャピラリー電気エイド、あとは液体クロマトグラフィーなどです。でそれぞれで特徴が違ってきます。で、アミノ酸とか有機酸、ここら辺のものっていうのは大体の測定装置で全部測定できるんですけれども、例えばガスクロマトグラフィーですと、こちらは揮発性成分を得意としています。ですので、食品分野ですとかそういったところでよく使われます。でキャピラリー電気エイドというのは、基本的にイオンになる物質を、水の中でイオンになる物質を測定するので、アミノ酸とか、ポーリン酸とかそういったものを得意としています。基本的に GC マスと C マスは一次体酸の化合物を測定するのに非常に向いています。で、LC マスの方がそれ以外の、二次代謝産物ですとか中極性のものを分析することができる、こういった特徴があります。でこちらは尿を分析した実際の LC マスで分析した例ですけれども、横軸に、液体クロマトグラフィーのリテンションタイム、溶出時間があって、縦軸に質量電荷比、これが質量にあたるものですね、 NO over Z と呼びますけれども、そういったものが出てきて、で、濃度で見えているのがシグナルのインテンシティです。でこの点々で表されているのがそれぞれのピークということになります。基本的にこういったデータが出てきます。はい、ということで、化合物には非常に大きな多様性があるということで、検出したい物質によって、使用する装置や設定条件というのが異なってきます。で適宜抽出や濃縮が必要な場合もあるし、分析装置を組み合わせる必要もあるというようなことになります。はい、でそれでは次にちょっとまた掘り下げて質量分析装置の原理ということについてお話をしていきたいと思います。でこのあたりからちょっと難しいものが出てくるんですけれども、でそれでその前にですね、ちょっと皆様にやっていただきたいなと思うのが、後半の実習 で、使うデータというのがあります。ですので後ろの方にこの青い帯で書いたこういった掲示があるんですけれども、そこ の、 実習1ダウンロードというのに従って、必要なファイルを今のうちちょっとダウンロードをお願いいたします。ファイルのサイズが少し大きいのでちょっとダウンロードに時間がかかるかもしれませんのでお願いします。ページでいうと71ページですね。でお手元の資料の方にウェブサイトへのアクセスパスワードがついていますので、それでアクセスしてみてください。皆さんサイトの方アクセスできましたか？なんかマイクが変だね。パスワード入力とか大丈夫でしょうか？これ今すぐ使うわけではないので、ダウンロード始まりましたって言ったらそれで結構ですので、そのままにしておいてください。でそれでですね、これからマスの原理とかそういう細かい話をしていくんですけれども、そのあたりはもう十分知っていると。でそんなの今聞いてもあんまり面白くないという方はですね、この引き続きこの実習の ZIP の回答の仕方ですとか、でこの中に含まれるツールでですね、
まあ、こういったビューワーがあるんですけれども、あの Java がもしお手元のコンピューターにインストールされていればこのツールを使うことができます。でそうするとこのツールを使うとこういったあの生のデータを実際に見ることができますので、あの私がつまらない話をしているときはですね、そこでお手元であの操作しながらこういった生データをぜひ見てみてください。で、あのこのツールはですね、実はこういった生データをあえて見るために作りました。というのも、こういった情報をですね、なかなかあのベンダーが提供しているソフトで見ることができなかったりとかするんですね。で、ま、あの、まあ、今後もちょっと繰り返し言うんですけれども、生データを見るってことは非常に大切だと私は思っています。ですので、この機会にちょっとあの触れていただけたらなというふうに思っています。皆さん、ダウンロードは開始はされましたか？大丈夫そうですか？URL にアクセスはできましたか？接続でエラーが出てしまう。あ、ちょっと見てみます。すいません。ここはやっておきたいところですね。はい。うん。あ、そうですか。失礼しました。皆さんじゃあダウンロードができないということで、私も今対策がすぐ取れないので申し訳ありませんが、つまらない話にも付き合っていただくということでよろしくお願いいたします。はい、あ、すいません。はい、じゃあそれではあの質量分析の原理ということでお話をしていきます。で、こちらにですね、あの質量分析装置の、あの、まあ、いろいろな種類があるんですが、ね、原理を簡単にまとめておきました。で、まあ、いろいろなタイプがあるんですけれども、これ全部覚えていただく必要はありません。で、注目していただきたいのは、その質量分析というのは、その分子の、を荷電粒子、イオンとして検出しているということです。だから、イオンになったものだけが検出されている。で、それで、例えば、トフマス、飛行時間型のマスですと、軽い分子ほど速く飛ぶっていう、そういう原理を使って、計測してますよということになります。ということで、質量分析ではイオンを測ります。ですから、クロマトグラフィーで分離された化合物は、質量分析圏に入る前に、必ずこのイオン化装置というのを通して、イオンになってから検出されることになります。で、それで、このイオン化のさせ方っていうのにも、すごくたくさんの種類がありまして、本当はここに書ききれないぐらい何十種類もあります。でその中で今回は2つの代表的なものを紹介したいと思います。で1つは GC マスで使われる電子イオン化法 EI というもので、もう1つは LC とか C マスで使われるエレクトロスプレーイオン化法 ESI というものです。でまずは GC マスの電子イオン化から見ていきます。でこれは、GC で分析された資料がこうやってここに入ってくるんですけれども、この入ってきた資料とフィラメントから出る熱電子というのをこうぶつけさせます。でそうすると試料がまあイオン化しましてマスで検出されると。でこの時にぶつかった衝撃でこの化合物がちょっと断片に壊れるんですね。ということで、EI でイオン化されたものっていうのはこういった断片化されたスペクトルを得ることができます。ということで逆に言うとですね、元の分子の質量がわからないということになります。でところがこの GC マスのこの、EI のイオン化というのは装置によらず非常に再現性が高いという特徴と、あと化合物によって特異的なフラグメントが出てきやすいという特徴があります。ですので一旦何かの装置で化合物を分析しておけばそれをリファレンスとして同定が可能になると、そういった特徴があります。はい、次にエレクトロスプレーイオン化法についてです。でこちらはですね、LC、CE でよく使われるんですが、先ほどの GC の時とは違って、元の分子のイオンが重さが直接測定できます。でここに原理を書いておりますけれども、 LC などで溶出されてきたここの部分と先端とこのマスの入り口、ここにですね電圧をかけてあげます。でそうすると、この溶媒の中に溶けている、この場合だとこちらがマイナスになるので、プラスイオンがこっちに向かってパーッと飛んでいきます。まあ、この時実際にはこのシースガスっていう
窒素とかを当てながらアシストすることもあるんですけれども、そうするとこちらの電極に飛んでいくに従って、最初はこのように液滴の中にイオンがあったものが蒸発とか空論力とかの反発力とかで、最終的にはこの分子が直接帯電した状態になる。でこれがマスの中に入って検出されるということになります。でこの時にその物質自体がチャージを持つことができる場合はそれでいいんですけれども、そういうことチャージを持てないような分子はその周辺にあるプロトンですとかナトリウムイオン、これらのとと結びついてイオン孵化分子アダクトっていうんですけれども、そういう形になって検出されることになっていきます。でもう一つ特徴はこのプラスとマイナスの電場を入れ替えることによって、そのポジティブモードとネガティブモードという2つのモードで測定することができます。はい、ということで質量分析は基本的にイオンを測定するというお話をしました。でこちら のスライドにはですね、実は資料を50ページに載せてたものをちょっとここにここがいいかなと思って持ってきたんですけれども、イオンを検出するがゆえにちょっと気をつけなきゃいけないことがあります。それは何かというと質量分析データでの定量値の問題です。で、まず化合物によってイオン化されやすいかされにくいかというのは異なってきます。ですので直接出てきたシグナル値を異なる化合物間で比較することはできません。それをご注意ください。あともう一点は ESI のイオン化法では特に共用質物がイオン化を妨げたり増強したりする場合があります。これをですね、イオンサプレッションとかイオンエンハンスメントって呼ぶんですけれども、ということでたとえ表品で作った検量線で定量しようと思っても、その分析する資料がそのクルードの状態のものだったりすると何がそこに共存しているのかがわからないということで、ちゃんと定量できているかどうかっていうのは怪しくなってきます。こういう課題もあるということを念頭に置いてください。ということで、イオン化の話をして、でエレクトロスプレー法ではこういった元の分子の重さが測れます。で電子イオン化ではフラグメントになっちゃいますよというお話をしました。で次にはこのフラグメント化っていうことをもう少し詳しく見ていきたいと思います。でこのフラグメント化は全固体イオンに何かしらエネルギーを当てて壊してあげたものの質量を測定するというものです。で、EI ではこれがもうイオン化すると同時に起こりますよという話をしました。で、このフラグメントはですね、実はこういう壊れやすい部分が、優先的に壊れてっていうことがあるので、ここで得られるスペクトルというのは化合物の構造情報をある程度保ったもの、そういう有用な情報と言えます。ですのでこういったものを取りたい、そういった時にですね、ESI などを用いた場合でもこの、フラグメント化っていうのを無理やり起こしてあげて、で壊してあげて測定するということが実はできるようになっています。でこれ具体的にはイオンを不活性ガスとかに当てて壊すとか、そういう方法が取られるんですけれども、代表的な方法としては CID などがあります。でこれちょっと詳しく見ていきますと、例えばマススペクトルを取って565というのが出たとすると、今度はこの565を狙ってですね、でこれにエネルギーを加えて壊してあげて、でそのフラグメントを取る、でこういうのはマスマス解析っていうんですけれども、こういったことができます。で具体的には LC から出てきたものをイオン化した後に、ここマスが3つつながった三連四重極型マスというものを示していますが、1個目のマスではこの565だけを選択してこっちに送ってあります。で2つ目のマスでここはガスに衝突させて壊すだけで、3つ目のところでこのスペクトルを測定すると、こういったものになっています。こういうのをマスマス解析で、それでですね、もうちょっとイオントラップ型マスというのを使うと、これを何回も何回も繰り返し行うことができます。こういうのを多段階マス解析っていうんですけれども、で例えば565を狙って壊してあげて、で出てきたうちの271を狙ってまた壊してあげてということで、こうやってイオンがなくなるまで何回も繰り返すということができます。こういう形でこういうスペクトルを取ることによって、化合物の構造というのを、少しずつ紐解いていくということが、マスを使ってもある程度できますよということです。
ということで、質量分析はイオンを検出するということで、イオン化されない化合物は検出できない。でイオン化法によってデータの特性が異なってきますよと。であと ESI ではアダクトが生じる、定量についてもちょっと注意してくださいということ。あとフラグメントの情報を使うと、それをもとに、立体構造についても、ある程度推測が可能だということをお話ししました。はい、でここからはですね、最近こんなマスもありますよということで、少し紹介したいと思います。で一つ目はですね、アイナイフという名前がついたものなんですけれども、これはここに横になって寝ている患者さんにですね、ここで電子メスみたいなのがあって、でそこでこう患部にジュッと当ててあげるんですね。でそうするとここで煙がシュワシュワッと出てくるそうなんですけれども、これをこうマスの方に吸い取って導入してこう計測するということで、リアルタイムにその患部で出てきた化合物を見ることができるということで、例えばそこが癌の部分なのかどうかっていうのを、マーカーを見つけてこの探っていきながら手術をするということができるものだそうです。今こう実験的にはこういうこともされているという状況です。あとこちらはですね、また違うものなんですけれども、イメージングマススペクトロメトリーといいまして、こういった組織切片を、XY 方向に全部マスでスキャンしていくんですね。でそうすると、マススペクトルがこう3次元的に取れるということで、こういったものも最近解像度がものすごく上がってきてですね、いろいろな応用分野とかが研究されています。あとはですね、イオン化方法の中で大気圧イオン化というのがあります。これは本当にそこら辺にあるものをなんかそのまま測定するということで、例えばトンボの背中に何が乗ってるのかなとか、輸入オレンジの中にこういった防カビ剤が入ってないかなということを検出したりということで、実際そこら辺にあるものを測定するということで、この辺りのアプリケーションというのも最近非常にいろいろなものが考えられています。ということでご紹介しました。はい、それでは次に、データの解析の流れについてお話をしたいと思います。で、こちら非常にまたざっと書いたんですけれども、データの取得 までの概要ということで、その実験方法を書いておきました。で、LC マスや C マス、このあたりはですね、割と簡単で、見たいものを、有機溶媒ですとか水とかで抽出するというだけです。で、ここら辺がですね、抽出すると同時に、ある程度目的によって、油だったら有機溶媒に溶かさなきゃいけないし、水溶性のものだったら、水系のものに溶かさなきゃいけないということで、化合物の分割ですとか、そういったものも、兼ねたステップとなっています。で、同時に除タンパクとかも、有機溶媒だったら行えるということです。で、C マスの場合は、ここで最終的に水に溶かしてインジェクションするというような形になります。で、GC マスの場合はですね、ちょっと2つに分かれていまして、まず GC マスが得意とする揮発性成分、こちらについては、まずは成分を揮発性なので集めなきゃいけないですね、ガスなので。ということで、炭素樹脂などに吸着させてトラップします。でそれを、GC の装置に入れる前に、吸着剤からこの熱をかけてあげると、これが取れてくるので、脱脂離させると同時に、機械に導入すると。ということを行います。でそれから GC マスでも不揮発性の成分を分析できますよということがあります。でこちらはですね、適当な抽出をした後に実は測定の前に誘導体化というのを行います。シリル化とかいうのがあるんですけれども、これはですね、不揮発性の糖やアミノ酸とか有機酸とかそういったものを、揮発性の物質に変換するということができるんですね。でそうすることによって GC マスでもこの辺りの一次代謝産物を測定できることになってきます。はい、次はこちらにデータの形というのを示しておきました。でこちらは横軸にクロマトグラフィーの保持時間、縦軸に、やはり M オーバー Z と書いてますけれども、GC マスの場合は EI でイオン化された時にフラグメントになりますので、このように断片になったものというのがバッと出てきます。でこれでこちらの方向ですね、ある時間におけるスペクトルを切り取ったもの、これをマススペクトルと呼びます。はい、これ用語の話ですけれども、
でそれからあとはですね、あのクロマトグラムをこちらの下側からこう見て全部ここを積算するということをしますと、あのこのようなあのクロマトグラムができまして、これをトータルイオンカレントクロマトグラム TIC と呼びます。でこの場合はこの全部スキャンしたあのマスを全部見てるんですけれども、あのそうじゃなくてあるマスだけに絞って、例えば271近辺とかだけを取り出して見るということも、そういう見方もできます。でこういったものはエキストラクテッドイオンカレント XIC とか EIC クロマトグラムというふうに呼びます。まあ、こういった用語がありますよということで紹介しました。で GC マスの場合はあのこういったところちょっともうちょっと拡大しますと、まあ、このようになっていて、でここら辺で何か物質が出てきて、またちょっと行くとここのピークがこうなくなるみたいな、こういうことが起こってきますね。でこのマス、ここのマスっていうのはずっと一定で何か出てるよということです。でこれどういうことかというと、あのこれはあのピークの形をあの、まあ、こういう形状を描かせて描いた、こっち側から見た図になるわけですけれども、まあ、こういった形であの保持時間が近いものっていうのはこう割とこうピークが重なって出てくるわけです。で中には同じマスが両方の確率で出てくるという場合もあります。ですから GC マスの解析をするときは、実はこれをですね、個々の成分に一回分解するということをしなければいけません。でこれをね、あのデコンボリューションと呼んでいます。でこれがあの GC マス の, かあの解析の場合には必要になってきます。はい、次はあの LC マスについてです。LC マスはあの ESI のイオン化で化合物の重さそのものが出てきますので、あのこのような形であの点々に見えるピークというのが個々の化合物になってきます。で拡大しますとこのようになってて、でところがもっと拡大するとですね、実はこんな感じで一つの化合物ピークが実は複数 の, あのピークに分かれているということが分かります。これ実は何かというと、あの 13C の同位体イオンピークといいまして、あのカーボン炭素というのは12という重さを持っているんですが、あの天然物の中にはあのそれよりも1マス重い13という重さを持ったカーボンが約 1% 含まれるんですね。ですので化合物の構造の中にどれか1個でもその 13C に置き換わったものがあると、この1つマスがずれたところにピークが見えるということで、大体の化合物はこういう形で見えてきます。でそれでやはりこれも LC の場合もこの縦側に切り取ったもののことをマススペクトルと呼んでいまして、である場所をあのますます解析したもの、これはますますスペクトル、まあ、正確には MSMS スペクトルというらしいんですけれども、あのというものです。で、実際にこの1個のクロマトグラムでどこで MSMS 解析をしたかというのを、まあ、点で示すとこんな感じになっていて、まあ、こういうところでデータが取られてますよということです。データの実態としてはこんな感じです。はい、それではこういったデータを使ってデータ解析をしていくわけですけれども、まあ、どんなあの手法があるのかというのをここでもあの非常にこうざっとあの書いてみました。で大きく分けて解析の方向性としては、あのターゲット解析というのと非ターゲット解析というのに分かります。でターゲット解析というのは検出したい化合物がもうあらかじめ決まっているものです。でこういった場合は、まあ、大抵の場合見たいものっていうのはあの限られているので、まあ、ベンダーが提供するソフトウェアとかで個々に 手であの検出定量していくということも可能ですし、またそれ専用のソフトウェアっていうのも、まあ、あの開発されていたりします。で一方でそのターゲットが決まらない非ターゲット解析で、こちらをやろうとするとあのいろんなチョイスが出てきますよということで、ここにあの書いてみました。でただですね、これあの全部こう見る必要はなくって、あのポイントとしてあの見てあの押さえておきたいところはここのところに書いてあります、上の帯のところで。まずあの装置から出てくる生データがあるわけですけれども、この生データというのは基本的にその装置をあの作っている会社が作っているソフトでしか大抵開けないです。ということで、あのただそういったソフトウェアというのは必ずしも非ターゲット解析をやることを想定していなかったりするわけですから、あの別のソフトで解析しなきゃいけないということになってきます。でそうした場合は生データからまずデータを抽出するということをして、汎用的なフォーマットにあの落とすということが必要になります。でこうやってあの汎用フォーマットにしたものからデータを解析するんですけれども、あの、まあ、
肝になるところがここの3つです。ピーク検出とアラインメントと同定推定というところです。でまずピーク検出というのは、まあ、ピークの場所を特定したりとか、先ほどの同位体イオンをまとめ上げたりとか、そういったものになります。でアラインメントというのはこれは複数のサンプルを測ったときにどのピークとどのピークが同じ化合物由来かということを、まあ、突き合わせるというそういう作業です。でご存知のようにクロマトグラフィーというのはその時間が実験によって微妙にずれてきたりすることが非常に多いんですね。ということでこのアライメントをいかにうまくするのかっていうのは非常にこうまあ難しい問題であるところです。でこういうふうにしてアライメントをし終わったものを今度は、まあ、同定推定ということでしていくんですけれども、ここで後ほどこの同定についてお話ししますが、なかなか同定できないもの、化合物の構造をなんとなく推定しかできないものというものがあります。でそういったものについてはピークに対する注釈付けをするという意味合いでアノテーションというそういう言葉が使われますので、ここで紹介しておきました。はい、でここまで終わりますと、この時点でその定量データの形、表の形になってきます。でそうするとこの表が手に入ればあとは多変量解析などやるだけですので、ここにはいろいろなチョイスがあって、代表的なものですと統計ソフトの R などを使った解析ができるようになっています。で、この、図の中には、代表的なソフトウェアというのをそれぞれ、書いておきました。GCMAS に関してはこのピークの検出アライメントのところで、メットアラインというものがよく使われるんですけども、こういったものをデコンボリューションを含みながら行って、同定推定のところでは先ほど紹介した EI によるフラグメントの、ライブラリに対して当てるということで同定を行います。で LC に関してはまずこの抽出データをの汎用フォーマットにするこの時点で、プロトミックスでの方で開発されているプロテオウィザードなどこういったソフトがあるので、こういったもので変換したりします。でこれを、ソフトで解析するんですけれども、世界的によく使われているのは XCMS ですとか MZMine とかこういったものです。でパワーゲットっていうのは私たちが作っているソフトですけれども、こういったものがありまして、中には、生データを直接読み込めたりするものもありますよということです。で LCMAS の場合には、同定をどういうふうにするかというと、化合物データベースに検索したりとか、マススペクトルのライバリーというものがありますので、そちらに検索をかけたり、でそれとかさまざまなこの化合物推定ソフトウェアというのがあるので、こういったものを駆使しながら、行っていくということになります。でこの辺についてはですね、非常にこう競争が激しいところで市販品もたくさんあって、中にはその多変量解析までも含めたものもことができるというものもあります。で最近ですね、こういった非常にたくさんのチョイスがあって、何やればいいかわからないということもありまして、こういったものを全体的に1個で できると、そういったウェブサイトっていうのもできるようになってきました。こういうのをワークフローのウェブサイトって呼んでるんですけれども、この2つぐらい挙げておきました。で、ただですね、実際に使ってみると、やっぱりメタボライトのデータっていうのは非常にこう、サイズも大きいですし、ウェブサイトにアップロードするだけで半日ぐらいかかってしまったりとか、結構使いづらかったりとかすることがあります。ですので、ここら辺も今後、いろいろ改善されていくのかなというふうに思っています。はい、ということで、ちょっと細かい話もしましたが、データの解析手法にはいろいろあります。特に非ターゲット分析は難解です。ただそういった時は、データの形がどうなっているのかということに立ち戻って考えると、理解しやすいんではないかなと思いますので、その際はどうぞ思い出してください。はい、それではメタボロミクスの中で一番肝となる化合物の同定方法についてお話ししたいと思います。で、このメタボロミクスではこの化合物がですね、検出されるピークのうちの、10分の1ぐらいしか同定推定ができないというのが、一番ネックになっているところで、これをどういうふうに克服していくのかというのが非常に大きな課題となっています。ということで、この同定のお話、なぜそれが難しいのかということについてもお話ししていきます。でクロマトグラフィー質量分析による化合物の同定というのは、基本的にはですね、
あのそのサンプルを測定したのと同じ実験装置、同じ条件で表品を一緒に測ってみて、で同じところにこうやって出てくるか、あるいは超えたスペクトルが一致するかということを見て同定というふうに言います。ということで表品が手に入るものについては非常にこうちゃんと同定することができます。でその表品を高感度に特異的に検出する方法として、MRM と呼ばれる方法などもあります。これは先ほどの三連四重極が騙すっていうのを使うんですけれども、この Q1 でのイオンの選択、それから Q3 でまたイオンを選択するんですが、この組み合わせをその化合物に対して最適化してあげることによって非常に高感度に特異的に検出するということです。でこの方法の、ポイントっていうのはいかに定量をしっかりするかというところになってきています。でこの MRM というのはこの Q1 と Q3 のこの組み合わせのことを MRM トランジションというんですけれども、これを1回のランの中で何十というふうにたくさんセッティングすることができます。ということで1回の分析で多数の化合物を検出するということで、表品を用いたワイドターゲット、ターゲットなんだけど広い範囲を網羅したという意味の、メタボロミクスというのがこちらでできるようになっています。はい、ただですね、このように生成表品を使わなきゃいけないというところは一つの大きな理想になっています。で一つのラボでもう数百数千の化合物を入手するというのはそれ自体結構困難ですし、でせいぜい変えたとしても、1000個ぐらいの化合物でマキシマムです、市販のものというのは。で冒頭にお話ししたように化合物っていうのはものすごい数があるので、とても賄うことができない。でということで結局じゃあ表品がない場合にどうするのかということを考えたときに、先ほどのますますスペクトルなどを用いた推定というのが重要になってきますよということになります。ということでますますスペクトルによる構造化推定の取り組みというのが今世界中で特に情報処理の関係で活発に行われています。で一番単純な考え方っていうのは自分のラボでは測定できないけど他の世界中の他の誰かが測定したデータがあればそれを参考にしようということで、そういったライブラリーを作っているところもあります。これが一番ベーシックです。でところがこれだと結局入手できる表皮に限定されるということは変わらないの でそれだったらということで他の方法が考えられています。で表品はないんだけど化学構造があるよというものが、ほとんどなわけですね。ですのでその化学構造をポンと放り込んでやると仮想的なスペクトルを作ってくれるでこういうものがあればこれを参照して構造の推定ができるんではないか、そういう方法です。でこのやり方としてはいろいろマスの中で起こるフラグメントの生成モデルっていうのを機械学習で考えてみたりとか、どこの部分が弱いから切れるのかなっていうのを、科学的な計算をして求めたり、そういった方法もあります。あと最近では既存の知識を用いてですね、この化合物、特にリピッドなんですけれども、リピッドだったらどこがどう壊れやすいみたいなことが、経験的に分かっているので、そういったものを使って仮想データベースを作り上げるということも行われています。でもこれだと結局はですね、化学構造があるものにしか対応できないんですね。で世の中にはきっとその化学構造自体もわからないものっていうのはまだまだたくさんあると考えられています。ということで未知の化合物についても対応できるものとしていろいろこういう化合物の部分的な特徴を捉えようというふうな動きで考えで、作られているソフトウェアなどもいろいろあります。ということでここら辺が非常に熱いです。で、このますますのスペクトルの自動解読の取り組みですけれども、最近ですね、これはやっぱり非常に熱い分野で、この構造推定のコンテストとかそういうのも行われるぐらいです。でそれで、その去年 そのコンテスト、霞コンテストというのがあるんですけれども、その中で優秀賞を取った2つのものを紹介しておきます。で1つは理研 の津川さんという方が作られたもの、もう1つはドイツのチームが作ったものです。これはリンクだけですけれども、紹介しておきます。はい、ということで、ますますの取得が非常に大事だということになってきました。ということで、装置の方の進化というのもそれに伴って起きてまして、で今まではですね、
まあ、強度の強いものについてしかますますスペクトルっていうのは取れなかったんですけれども、それを全ての出てくるピークについて、まあ、取り切っちゃおうというような、そういったテクノロジーも出てきております。これ詳しく説明しませんが、紹介しておきます。はい、ということで、まあ、ますます情報を使うと推定ができるという話なんですが、これ冒頭に出してきたいろんな装置の特性を示したものです。でここで同定できる化合物がどのくらいあるのかっていうのを、これも非常に感覚的なもので恐縮なんですけれども書かせていただきました。で GC については、まあ、300ぐらいが表品と照らして同定できるんじゃないか。で CE も300ぐらいで、 LC だと、まあ、もうちょっと増えて500ぐらいかななんて思っています。でそれに加えてスペクトルから構造を推定できるものがどれくらいあるのかっていうのを赤字で示しています。でここで GC のところに字が書いてないんですけれども、GC は基本的にその EI でフラグメントになったものを見てしまうので、まあ、親がわからない。それからフラグメントっていうのは非常にこういろんなところで壊れてしまうので、それを元に構造をもう一回再構築するっていうのは今のところ結構難しくてできていません。なので GC については、まあ、表皮についてしか基本的にわからないということになります。で次に CE ですけれども、こちらは ESI を使っているので、まあ、ますます取れるんじゃないかというふうに、まあ、考えるんですが、実はキャピラリー電気経路っていうのは、キャピラリー非常に細い中にサンプルを打ち込んで分析するので、まあ、分離能はいいんですけれども、打ち込める量が絶対的に限られているんですね。ということで、十分な感度を持ってますますを取ることができないということで、まあ、実質的にはますますを取れるのは、まあ、LC が、まあ、主だということになってきます。ということで、まあ、LC を使った解析というのが、まあ、増えてきているかなと思います。はい、でそれでですね、まあ、ますますが大事だという話をしてきたんですけれども、その他にもですね、頑張ると同定につながるヒントというのがたくさん得られますので、ここで紹介をしていきたいと思います。まずは、精密質量を測定することによって組成式が分かりますというお話です。で最近 の, 質量分析系というのは非常に精度が高くなってきていて、非常にこう高精度の 1ppm とか数 ppm のデータが取れます。でここで言っている ppm というのはですね、同じ100万分率なんですけれども、濃度に対して使う ppm ではなくてですね、質量値に対する ppm ということでご理解ください。例えば分子量が1000だった場合には 1ppm の違いはどれくらいかというと 0.001 ダルトンということになります。分子量に依存した数値になります。でこういう高精度のマスで測定すると、例えば 287.0548 とか、こういった小数点34桁ぐらいまで正確なものが決まってきます。でそうしますと元素というのはそれぞれ精密質量を持っています。で炭素は、まあ、定義上12なんで12直切れなんですけど、まあ、水素は1ではなくて 1.0078 とか、こういう波数を持っています。でそうするとこの 287.0548 に合致するものはどれかなというふうに元素の組み合わせをですね、すりかめ算みたいなことで計算すると、まあ、このように組成式が絞れてきますということです。これも非常に大きなヒントになります。はい、でそれから2番目としては、同位体のピークを用いて炭素数を推定できるというお話です。で先ほど一つの化合物のピークはこのようにいくつかのフラグメントに分かれますよというお話をしました。で、天然の炭素の中には約 1% 13C というのが含まれているため、例えばこの構造の中のどれか1個が 13C に置き換わると、こういうピークが立ってくるということです。でこれよく見ますと、実はこっち下に書いたのがグルタチオンで C が10個しかありません。でそうすると上のエピカテキン4病態 C が60個もあるやつに比べると、この 13C のピークが低いというのが分かります。でこれやっぱり、どういうことかといいますと、この C が10個あるものより60個あるものの方がどれか1個が置き換わるという確率が圧倒的に高いわけですね。ですのでここのピークが大きくなりますよということになります。でこの強度比というのは、ちゃんとやろうと思うとすごく複雑な組み合わせ計算をしなきゃいけないんですけれども、経験的にはですね、ここで出てきた 12C と 13C の比を取ると、大体そこに出てきたものがこのカーボンの数になりますということになっています。
なのでこれが一つ炭素数を絞ることができるというヒントになります。で同じことを使うとですね、34S っていう硫黄の同位体を使うと硫黄があるかないかというのも分かります。通常硫黄は 32S なんですけれども、2マス重い 34S というのが実は 4% もあります。なのでグルタチオンのピークをよく見るとこのところにですね、 34S のピークが、これが13C が2個の部分とはっきり分かれてこうやって出てくるということで、硫黄があるかないかがこれで分かります。でここで一つ注意しなきゃいけないことがありまして、これはマスの分解能というものです。でこの、34S が入ったものと 13C が2個あるピーク、これがはっきり分かれるというのは相当のこういう分解能でマスが測定されてないと実は分からなくって、分解能が低いもので見るとこう1個しかない。だからこれ見ただけで、あ、硫黄はないんだなというふうに思ってしまうと、実はこれは間違いになるということで、このあたりも気をつけて見てみてください。はい。で次にですね、同じような流れで、価数を判定するということができます。でこちら、通常大体のものっていうのは一価として、例えば M プラス H プラスのような形で見える。でそうすると同位体イオンがこのように見えてくるわけですけれども、たまにですねデータを見てるとこの中間にこうやって出てくるものがあるんですね。で3分の1に出てくるもの、4分の1に出てくるもの、こういったものがあります。実はこういうのが2価とか3価4価 の, ピークです。で、マスの測定というのは縦軸が M オーバー Z ということで質量電荷比なんですね。なので電荷の数で割ってあげているものがここに現れてきているということになります。でもうちょっと詳しく見てみます。で例えば分子量が600というものがあったとして、これが2価で検出されるとどうなるのかというのを考えてみましょう。でそうするとまず分子量600なので、2価で検出されるために 2H をこうやってアダプトとしてくっつけてあげたときに、重さとしては602になります。でこの時同位体イオンというのは603ですね、この1個離れたところにこう出てくるということになります。でこれが検出されるときに電荷の2で割られるとどうなるかというと、それぞれこういう半分になってくるわけです。なのでこの波数 301.5 みたいな、こういう波数が出てきてこの間に出てくる、こういう感じになってます。ですから車とよく見ていって、ここら辺に中間的なピークあるかを見るだけで、波数を判定できますよということです。で最後に、アダクトの判定ということをお話しします。でアダクトというのは先ほど紹介しましたけれども、この、エレクトロスプレイイオン化法でマスに導入されるときに、こういった、そのものでイオンになれないものがこういった他のイオンと結びついて検出されるというものです。ということでこれが起こるときっていうのは必ず溶出が終わった後のことになります。ですので、もしこういったバリエーションが生じるとしたら、必ずその同じ形をしたピークとして、同じリテンションに出てくるはずです。ということで、アダクトを判定するときは、こういうふうに同じ象徴でもって出てくるピークをのペアを見つけます。でこうちょっと外れたものとか、形が違うものはこう除くんですね。でこの差分のマスを見てみて、これは例えばちょうどナトリウム引く H と全く一致するというのが分かったら、あ、じゃあこの分子量が高い方はナトリウム不可体で、こっちが水素不可体だなというふうに判断するということになります。ということで、こういったペアが見つからない場合は、結局判定がなかなかできないということで、結局 M プラス H プラスなのかなということで、当てずっぽでやるしかないということになるんですけれども、こういったものを指標に見ていきますよということです。でこのアダクトの判定というのは非常に大切です。でなぜならデータベース検索するときに、その相手先の化合物っていうのは必ずこのイオンになってない形の元のものとして登録されているわけですね。ですのでアダクトの判定をちょっと間違えるだけで全然ヒットしてこないというふうになりますので、ここは非常にこう何気に重要なところとなっています。はい、ということで、いろいろ同定の方法についてお話をしました。で質量分析による同定というのは基本的に表品との比較がをしなければいけません。ただし表品と比較できなくっても、いろいろな情報によって化合物を推定する手がかりが得られますよということをお話ししました。
ということで、皆様が手に入れるメタボロームデータのデータというのは、標品との比較の結果、同定できましたという結果に加えて、推定しましたというだけのデータも入っているかもしれません。それを気をつけてください。ということで、出てきた、例えば Excel シートに結果が返ってきたとしたら、それをこう鵜呑みにするのではなくてですね、そのアダクトの判定がちゃんと合ってるのかなということですとか、そういったものも一度ちょっと疑って、自分の目で確かめてみるということをぜひやってください。ということで、使われているソフトですとか、解析方法がどれだけ信頼できるかっていうのを、確認する。ここら辺がこのマニアックな一眼レフで写真を撮るような、そういった部分になってくるかと思います。それでちょっとここから宣伝なんですけれども、私たちが作っているパワーゲットというソフトウェアがあります。これはですね、精密質量 のピークの質量を正確に取得するというところで他のツールよりも長けているところがありまして、でこういった意味でアダクトの判定なども非常に正確に行うことができるというものです。でそれともう一つ特徴としては、このソフトウェアは全てのピークを拾い切るということを、目標にしていて、そこら辺がこの技術においては世界最高水準かなと自負しております。でこれ先ほどの尿の分析例ですけれども、こういう形でざっと計算すると4000ぐらいのピークをすぐ取れてきます。ということでこれワンショットで取ってこれぐらいなので、先ほどヒューマンメタボロのデータベースでは尿には4000ぐらい化合物がありますと言っていたんですけれども、こういう結果から見るともっともっとたくさんの未知のものっていうのはあるんじゃないかなというふうに考えております。あともう一つですね、ネットワーク解析の例というのをご紹介したいと思います。これはですね、突然唐突なんですけれども、大根をすりおろした後の成分変化というデータを使った解析例です。大根ってすりおろすとその中に細胞の中に入っていたグルコシノレットとかですね、空気に触れて分解されて、そこで辛みが強くなっていくと、そういったことが起こっていきます。ということで、その形状変化を追ってみたという実験をしました。ということで、9点ぐらいの時系列データを取ります。で、それでその9点取った中で、代謝物の変動パターンというのをこうやって全部書いて、その変動パターンが似ているものというのをグループ化していく。それで似ているものを集めて、こういうネットワークを描くということを行いました。で、そうするとですね、一部こういったネットワークが取られてきます。で、これはクエリーとして、こういう、グルコラフェニンというものを、これは基地の辛み成分として知られるものなんですけれども、これが含まれるネットワークはないかなということで探すと、こういうのが見えてきます。で、そうするとですね、このネットワークには実は他の辛み成分として知られているものっていうのもきちっとこういうふうにネットワークを作っているということが分かりまして、でそれに加えてですね、未知の成分でもここのネットワークに密に関係しているものっていうのが取られてきました。でこうするとですね、おそらく、この未知のものの中には何かしらその辛みに関係するものとかもあるんじゃないかなということなどが分かってきます。で特にこの未知成分だけど S や N を含むだろうというものもこうありますので、こういったものはグルコシノレート、S とか入っているものですから、未知なんだけれども、可能性のあるものなのかなというふうに考えております。ということで、これまた宣伝になって恐縮ですけれども、こういったネットワーク解析をですね、簡単に GUI でできるコンフェート GUI というソフトウェアも作っておりますので、こちらはもしご興味がありましたら、こちらにお問い合わせをください。で、これの特徴はですね、大抵こういうネットワーク解析をすると、相関係数の域値をどこで切るかみたいな、そういう話を考えなきゃいけないんですが、そういうのを恣意的に決めるのではなくて、そのネットワークにどれだけ特異的に、密にこう集まっているのかっていうのを計算して最適なモジュールを取り出せるということが特徴となっています。はい、これでちょっと1時間になってしまいましたけれども、最後この尿を使ったデータの解析というのをお話しさせていただきたいと思います。こちらには検出された化合物の量、化合物の一覧を示しています。で、インテンシティの強い順に並べています。でこの場合はポジティブモードの測定ですけれども、約4000ピークが見つかってきています。で、アダクトのバラエティが出てくるので、成分としてまとめ上げると約3800ということになります。で、これ見ますと、
まあ、なんかこういったウロビリンとかウロビリノーゲンとか、ここら辺はヘムが壊れたものですけれども、まあ、ここでよく尿で知られているものっていうのは、まあ、それなりに出てるんだなということが分かりました。で次はですね、今度はネガティブモードというので分析してみます。でそうするとですね、まあ、ウロビリノーゲンのなんとかっていうポジティブで見えてるものっていうのも、まあ、あるんですけれども、よく見ていくとですね、でここら辺なんとかスルフェートとかなんとかグルクロニドとかいうことで、これは硫酸包合体とかグルクロン酸包合体が入ってるんじゃないかなと思われます。で、このあたりですね、ご存知の先生も多いかと思いますけれども、グルクロン酸包合体とか硫酸包合体というのは肝臓で起こる反応でして、まあ、無毒化 の反応の一つです。で、まあ、化合物にこういったグルクロン酸とか硫酸基がつくというものなんですけれども、人のメタボライトをやっている先生方にちょっとお話を聞くとですね、この包合体というのは結構くせ者だと言うんですね。でなぜかというと、やっぱりこういった食べたものというのは結構何でもかんでも包合体になってしまうそうです。でそれで包合体になったものというのは実は化合物データベースに載ってないんですね。なのでデータベースサーチをしてもヒットしないということが多いということで、やっぱこの辺は困難性を感じているということです。でところがですね、よく考えてみると、ここら辺っていうのは元の化合物にグルクロン酸なり硫酸がくっついたものですので、検出したマスからその差分を引いてあげて、検出データベースにヒットさせてあげれば、まあ、何かしら答えは返ってくるんじゃないかということでやってみました。でそうするとですね、硫酸包合体については結構うまくいきます。でこちら先ほど の黒マットですけれども、ここにその硫酸の部分だけを差分を引いて小さくしたものをデータベースにヒットさせたときに何かしらヒットしたものというのを見てみると、そうすると結構4000ピークのうち1000ぐらいはヒットしてくるということになります。でもこれよく考えると、こんなに、まあ、こんなに包合体は、まあ、ないだろうということもあって、もうちょっとなんとか絞れないかということを考えました。でそうすると先ほどご紹介した34S のピークがここで利用できるわけです。でこうピークを拡大してあげて 13C2 と比較して、ここのピークがしっかり見えるかどうかということを確認すれば、まあ、硫酸包合体かどうかは分からないけども、少なくとも硫酸は入っているだろう、これが見えないやつは包合体じゃないということは言えると思います。ということでこれを全部、まあ、確認していきますと、大体数百ピークぐらいは包合体が見つかるということになりました。でこういったものですね、これ具体例ですけれども、こういったデータベースにもともと包合体として入っているものは、まあ、そのままヒットするんですけれども、そうじゃないなくって差分で見ていくと、まあ、こういった非常に似た構造のものっていうのも候補として上がってきまして、あとはこちらはおそらく食べた植物由来の成分ですけれども、こういったものも候補として見つかってきます。これはですね、マスクロビューアという私たち作っているソフトですけれども、こういうビューアーを使うと、まあ、ものの10分ぐらい見てるだけでこういうのがボロ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 見つかってきます。ですのでまだまだ知られてない化合物っていうのはたくさんあるんだなと思っています。で次はグルクロン酸包合体なんですけれども、これ実はその差分を引くだけではうまくいきません。なぜかというとですね、このグルクロン酸の差分っていうのは CHOからなっている、まあ、構造でして、これがたまたまないような、それをがないような異性体っていうのは、まあ、考えればたくさんあるんですね。なので全然ヒットしてきてしまう。でそれから安定同位体による確認っていうのができないので、本当かどうかっていうのが確認できないということで、別の方法を取る必要がありました。で取った方法というのが、まあ、こういったものなんですけれども、硫酸がグルクロン酸がくっついている、そのグルクロン酸の部分というのは実はますます解析をすると、そこだけがポロッと取れて なくなります。そうするとますます解析したときに、グルクロン酸の分だけが減ったピークというのが見えます。こういったものを電荷が変わらずになくなったということで、ニュートラルロスと呼んでるんですけれども、このニュートラルロスを見つけてあげます。でそうするとこちらも本当はダウンロードできるはずの、このビューアーを使って検索することができて、そうするとやっぱりこういった包合体の可能性のあるものっていうのがたくさん見つかってきます。こちらは多分イチゴに入ってた化合物だと思うんですが、こんなのが、まあ、どんどん見つかってきます。
で、あとはこちらまたあの宣伝になるんですけれども、あのフラボノイドという一群の化合物があります。あのチャカテキンとかポリフェノールとか大豆イソフラボンとか、こういったものはみんなフラボノイドに入ってるんですが、あの天然物の中には7000種類ぐらいあるということが分かっています。ただあの構造がいろいろ複雑なのでなかなか同定することが難しいというものでした。でところが、まあ、これを私たちあの同定することができる、仮想的なライブラリーというのをあの作り上げました。でこれはあのここにあの写真で出ている秋元さんというポスドクがですね、ずっとこの7000の化合物の構造を見て、多分これならこのフラグメントが出るはずだっていうのがなんかあるとひらめくらしいんですね。でそれで全部手でその仮想のフラグメントを作り上げたというものです。でそうすると既存のツールを用いて自動的に計算しているよりも全然こういい正確な予測ができるということが分かってきまして、あの最近あの何でしたっけ、 AI があの碁のチャンピオンを打ち破ったみたいなことがありましたけれども、これからあのどんどんあの AI に置き換わってくるんじゃないかなって話してますが、あのまあメタボロームの分野ではまだまだこう人間様の方があの勝る部分というのがあるのかなというふうにこのように考えています。ということで、まあ、これを使って、これはまあ、尿のあれではないですけれども、パセリについて、この検索をあのかけた時の結果を示しています。で、そうしますと、今まで知られている報告があるパセリのフラボノイドのうち、まあ、アピゲニンの誘導体というのは、まあ、5つぐらいしかないんですけれども、それ以外にも未知のフラボノイドというのが、まあ、たくさん見つかるというのが分かりました。で、これ、皆さん普通に食べているパセリですよ。で今までこういくらでもこう研究され尽くしているだろうとか思われるような作物ありふれたものなんですけれども、この中でも知られていないものがこれだけあるというようなことで私たち非常に驚いています。でそれで見ますと、尿の中でこのフラボノイドに当たるものっていうのは、まあ、この点で示したもの120個ぐらいが見つかってきています。でこのうちいくつか見てみると、まあ、こういう感じでフラバノンのなんかこういったものなのかなとかいうこと、アントシアニジンとか色素系も出てきてますね。ということで分かりました。で一つのピーク、この辺りにちょっと注目してみますと、これは昼食の前なんですけれども、この時にはピークがないんですね。で夕食食べた後に初めて出てくる。あ、すみません、これもお手元の資料ないかもしれません。で、夕食、この夕食を取ったこのものの中にもないということが分かるので、これは結局やっぱりこの体内で何か変換されてできてきたものだろうというふうに考えています。まあ、こういう形で、今尿の解析例というのを紹介しましたけれども、まあ、いろんな手がかりを駆使することで未知の化合物というのも結構検索探索することができると。でそれでもって、まあ、背景にある生物機能を考察できるというような可能性をお示ししました。でここで私非常にこう強調したいことは何かというと、意外とこのメタボローム解析でこのいろんなデータをいろんな方向から見るためのツールっていうのは充実していない部分というのがたくさんあります。で、でこういったデータを解析するときに、まずどういった方向から見たらいいかなということを知るためにはいろいろな基礎知識って必要だと思うんですけれども、でそれで見たいというアイデアを持ったときに、その時にツールがもしなかったとしたら、そこで諦めるのではなくって、自分で、まあ、ツールを作るなり、誰か作れる人に頼むなり、まあ、そういった形でトライしてみるということを恐れずにやっていただきたいかなと思います。で特に私たちのこのデータベース統合化推進プログラムというのは、そういう形で皆様ユーザー様がこうあったらいいなというのを、まあ、形にするようなことをタスクとしている、まあ、プロジェクトですので、なのでぜひこういう形でデータを見たいですとか、そういったご要望がありましたら寄せていただけましたらありがたく思います。はい、ということで非常にこう長くなってしまいましたが、最後に実習をして終わりたいと思います。でデータベースダウンロードが やはりできなかったということだと思うので、ここではウェブサイトだけを使ってできることっていうのを少しやってみたいと思います。あ、できましたか。あ、分かりました。あ、すいません、ありがとうございました。ただちょっと時間が押してしまったので、まあ、そのダウンロードしていただいたツールっていうのはまあ、後ろにマニュアルもありますから、お持ち帰りいただいてご興味あったら触ってみてください。で今回はですね、実習の2から
やりたいと思います。まずここで非常にこう単純に、検出されたマスを持ってそれを化合物データベースに検索するということをちょっとやってみたいと思います。でそのために、使うデータベースとしてはまずケムスパイダーというものを使ってみます。でこのウェブサイトは名前からも少し想像できるようにですね、いろんな化合物データベースを、横断的に検索できるそういったものです。でケムスパイダーは、こちら の実習用のページのここのにもリンクがありますのでここで飛んでみてください。ケムスパイダーはアクセスできましたか？大丈夫です。もしできないようでしたらちょっと画面の方向を注目いただくということでお願いいたします。はい、こんなサイトです。で、今やりたいのはマス値を検索する、それにヒットする化合物を見つけるということ で、例としてですねここに書いてあります 166.086455 というものを使って検索したいと思います。なのでこれをちょっとコピーしておいてください。それで、キムスパイダーに行ってみます。でこれ実習の2 の左肩を見ますと、まずここでアドバンスを選択というふうになっています。ここにアドバンスのメニューですね。でこれをやるとこういった画面が出てきます。でその中のイントリンジックプロパティーズというのがあるのでこれを開いてみてください。そうするとこんな画面になってきて、でずっと下の方行くとここでモノアイソトピックマスというのがあります。このモノアイソトピック、ちょっと説明しなかったんですが、化合物って、13C の、同位体ピークが見えるというお話をしましたが、その中で 12C でできる一番下のピークですね。で、それのことをモノアイソトピックピークと言います。で、ここで言ってるモノアイソトピックマスっていうのは、そのピークのマス値は何ですかということなんですね。なので、ここに先ほどの 166.何 とかを入れていきます。でこちらプラスマイナスって書いてあるのは、許容する分子量範囲ですね。であとこちら何にも案内が書いてないんですけれども、これをクリックするとなんとなくこういうものが出てきます。でこれで今日お話を聞いた人はこれはアダクトだなと分かると思うの で今は N プラス H を選んでみてください。でその下ですね、こちら何にも案内ないんですけれども、これ見るとプラスマイナスとなってるんで、これはもしかしたらポジティブネガティブモードのことかなということ でこの場合はですねポジティブなのでプラスの方を選んでください。でここまで大丈夫でしょうか。でこれ入れ終わったら最後この一番下の方に行くとサーチというのがあるので、これを押すとここで検索ができるということになります。もしかしたら一斉にやるとちょっと遅くなるかもしれませんが、来ましたね。でそうすると、こんな感じでピークの情報が、化合物の情報が出てきて、何にもこう化合物名とかも書いてないんで分かりにくいんですが、どれかこの辺をこうクリックしてみると、何かしら何とか化合物が出てくるということになります。はい、なので今クエリーとして投げた 166. 何ぼっていうのは、こういった化合物の可能性があるんだなっていうのが、データベースをサーチすると見つかるということです。でいかがですかね。やりたいことは単純にマスを使って化合物データベースを検索するっていうことなんですけれども、今見たみたいにやっぱりこうアダクトとは何だとかいうことが分かってないとなかなかここにたどり着けないということがあります。で特にこのケムスパイダーっていうのは化合物の情報を一挙に集めているところなので、いろんな検索をすることを想定して作られているんですね。ですから必ずしもそのメタボロミクスに優しい作りになってないということがご理解いただけたんじゃないかなというふうに思っています。よろしいでしょうか。でそうしたらですね、もう一つ今度は実習3を行ってみたいと思います。で今度は、ヒューマンメタボロームデータベースというところで検索するという、こちらですね、これをやってみます。
で使うマスはまた同じ166得点いくつというのを使います。こちらも、実習のこのページからリンクがありますので行ってみてください。でこんな画面が出てきたと思います。はい、こちらはカナダのアルバータ大学が作っている人の中で検出されうるだろう化合物を集めたデータベースになっています。でここで、画面が小さいとここにメニューがこうやってコラプスされて出てくるかもしれないんですが、でここで、このサーチというところを選んでみてください。でこの中で今回は、MS サーチですね、ご選択しています。でそうするとこういった検索画面が出てきて、でこのサイトでは複数のマスをここに入れられるみたいですね。マキシマム150って書いてあります。ということでここに貼り付けています。で今度はこのメニューではイオンのモードとしてはポジティブ、ネガティブ、ニュートラルを選べるということで、ポジティブを選んで、でアダクトのタイプのところでやはり M プラス、H プラスで、ここのところは、マスの許容量ですね。これは今回、ダルトンと PPM を選べます。でここでじゃあ 5PPM ぐらいとかやってみましょう。で3値で、そうすると今度はここのデータベースではこの化合物の名前も一緒に出てきます。で答えから言うと実はこれフェニルアラニン の質量でした。で個々のデータを見るとこんな感じになってます。でヒューマンメタボロームデータベース私すごく好きなんですけれども、その好きな理由が何かというとですね、こういった化合物のデスクリプションのところにこのフェニルアラニンとは何かみたいなのがつらつらとこういうふうにすごくたくさん書いてあるんです。でこれフェニルアラニンなんで 誰でもよくご存知のものですから、そんなにこう真剣に読まないんですけども、例えば尿の中でなんか気になるピークがあって、でそれを検索してみました。そしたらヒューマンメタボロデータに当たりましたよ。でそこでとか思うわけですね。でそれでそれさらにこのデスクリプションを見ると、例えばこれは尿の中に含まれていますみたいなことがもし書いてあったとしたら、それは非常になんかその化合物かもしれないなっていう気になるんですね。なのでそれが本当かどうかっていうのはまた別の問題ではあるんですけれども、解釈する上では非常にありがたい情報です。ですので、こういったうんちくがいろいろ書いてあるものっていうのは、このヒューマンメタボロデータベース非常に充実してますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。で、これ何も人の海産物だけじゃなくて、食べたものの情報が入っているということをお話ししました。なので、フラボノイドいろいろなものとか、あと、そうですね、植物に含まれる成分とか、植物に含まれてなんか体内でこういうふうに変換されるよということが分かっているものとか、そういうものもいろいろ入ってますので、必ずしも人の研究されている方でなくてもお役に立つと思います。なので、ご参考にしてみてください。はい。ということで、こんな感じなんですけれども、2つのデータベースを比較してみました。で、そうですね、それぞれインターフェースも違うし、使い込んでみないとどこにこう何があるかがよくわからないです。で、こんな感じでデータベースそれぞれ使い方が非常にこうまちまちでわからないので、そういったのをなるべく便利にするということで、私たち、こちらのダウンロードできた方はそのツールの中でですね、MF サーチャーという機能があります。でこれを使うとこういったデータベースを一気に検索することができます。これは実は、実習4になるんですけれども、こういうツールでこうやってマスを入れて、このトレランスマージンを例えば 5ppm で検索するデータベースは、こういったものを選んでサーチってやると、すぐにこう複数のデータベースを探して取れるという形になっています。なのでもしよかったらお使いになってみてください。はい、で最後にですね、ますますの情報が化合物を推定するのに非常に有用だというお話をしました。ということで一番最後にですね、ますますを検索できるデータベースというのをちょっと触ってみて終わりにしたいかと思います。はい、でこれは実習の6になります。
で、マスバンクというデータベースを使います。で、ますますのデータはですね、本当はあのツールを使って皆さんご自身であのピックアップしていただきたかったんですけれども、まあ、ここにあのサンプルのデータをつけてありますので、これを使って検索したいと思います。で、マスバンクなんですけれども、ちょっと重たい系 の, あのツールになってます。ですので、できたら今はこちら画面をご覧いただいて、後でお試しいただければと思っています。で、クイックサーチの中のこのところも、サーチバイピークですね。これを選択すると、ますますのスペクトルを入れる画面が出てきます。で、ここで、ここで、サンプルデータをこのようにペーストしてあげて、で、この辺はマスの、まあ、レベルを自分でこう選択したりとかできます。で、今は、MS2 のデータなんですが、ポジティブモードで取ったものです。まあ、今このままでやってみたいと思います。で、そうすると、まあ、このスペクトルに合致するものが何かなということで探してくれて、まあ、これも正解から言うとグルタチオンという物質なんですけれども、この物質のスペクトルと一致しましたということで、まあ、こういった形で結果が出てきます。で、その他にもいろいろこうやって候補が出てきます。で、一応このヒットスコアというのがあるので、まあ、これを見てこれが一番ヒットしていたということです。ですので、もし手持ちでますますデータとかあったら、こういったデータベースで検索してみるのもいいかもしれません。はい。ということで、あと5分あるんですけれども、私の発表は以上にしたいと思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。